当日ね、あの100万人いった瞬間は本当にツイッター上でも YouTube のコメント欄でも、スーパーチャットでも、イラストを描いてくれた方もですね、まあ、いろんな方に本当にお祝いいただきました。まあ何より嬉しいなと、いうところでございますが、まあ、あの100万人いったからといって何かが変わるわけではありませんので、はい、まあ、おそらく今後もドズル社は今まで通り、まあ、いろんなことをやりながら、まあ、時にはね、成功し、時には失敗し、時には、なんだろうな、調子が良かったり、時には調子が悪かったりもすると思いますが、まあまあ、ぼちぼち今後もやっていきたいなと思っておりますし、なんかね、100万人行くまでちょっと不安だったんですよね。いや、なんか100万人行ったらちょっとこう、燃え尽きちゃったらどうしようかな、みたいな。まあ、燃え尽きることはないかもしれないけど、ちょっとなんか、ちょっとなんか頑張ったなみたいな、落ち着いちゃったらどうしようかなと思ってたんですが、全くの奇遇でございまして、はい、100万人いったもうその次の日からですね、もっともっと頑張るぞということで、みんなで頑張っておりますので、はい次の日のその会社の雰囲気ももうなんか100万人いったよし次みたいな感じだったんで、はい、またさらに前を向いて頑張っていきたいなと思っておりますので、これからもぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。止まるんじゃねえぞということでね、はい、今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。